エバラ製作所エバラ湘南スポーツセンターエバラ湘南スポーツセンターは神奈川県藤沢市にある民間スポーツ施設である。略称はエバラ SSC。神奈川県内、とりわけ湘南地域では規模の大きいテニス施設として知られている。本校では藤沢本校について記す。1983年10月開設。当時のエバラ製作所社長であった。 畠山誠二、第5代、人気1976年から1988年がテニス愛好家であったことから、同社藤沢製作所の運動場敷地を利用して建設された。著名なプロ選手養成スクールである、ニックボロテリーテニスアカデミー日本校の施設という位置づけであった。この時代の在校生に、杉山愛、吉田ゆか、岩渕里志らがいる。 同行の撤退後は、エバラ製作所の子会社として営業。併設のテニスアカデミーは延べ20万人以上の指導実績を持ち、指導人の一人である内山マサルは、当センターの代表取締役も務めた。後に、第二屋内棟の増築と屋外コート縮小を経て、2019年現在、屋内コート14面、ナイター設備付き屋外コート12面を有する。 送迎は筋刻国表及び地図ベイビーステップテニスを題材にした少年漫画。作中では STG と呼称されている。ありがとうございます。